今日は世界で何食べよう。どうも、ショウゴです。ケーララ、インドで最も公衆衛生が進む最南部の都市。国に認められた数少ないアユルベーダリゾートでは、いきなり全裸にされ、頭からつま先までオイルまみれに。インドは先進国？それとも発展途上国？なんとも難しい国、それがインド。それでは思いっきり冒険ブログ、スタート。旅の資金残り712万円。今回はですね、初めてのインド旅編ということで、インドに入る前はモルディブで夢のような時間を過ごしまして、そこからインドの IT 産業の中心地バンガロール、そしてケーララへ飛行機で移動してまいりました。今日はそのケーララ州で体験した世界最古の医療、アユルベーダからの様子でございます。おはようございます。トリバンドラム空港到着。今からアユルベーダの施設まで向かおうと思うんだけど、ちょっと暑いな。バンガロールより暑め、ジメジメした感じがする。ウーバー到着。ケーララ州も無事にウーバー全然使えそうです。よかった。見る感じだいぶ田舎に来たな。なんか茶色い景色と結構ゴミも見えたりと、まあ、大きな建物がまずないな。サマティーナの到着。ハロー。そう、マイネーム。初めてここになんかマークつけてもらった。インドです。俺もあんま好きじゃないけど、まあ、でも、まあ、ウェルカムだ。ありがたい。歓迎の品としてめっちゃいい香りのするお花もらった。こういうのやんのかな、俺らも。なかなかのマッサージだな。ここが朝食会場。僕たちのプランは朝食しか入ってないから、昼と夜はお金かかるからねってめっちゃ念をされました。うお、すごい海だ。かわいいね。おお、ベリークロス。OK。Can I enter? Ah, OK。It's beautiful. うわ、かわいい。すごいよ。Good! めっちゃかわいいわ。Yeah, thank you. This is for you. This is our welcome fruit. You can eat it. Oh, thank you. Okay. Okay. And shampoo. Shampoo. Conditioner. And body lotion.Shower gel and this soap and the dental kit, and you can use to hair dryer. Okay. And the tissue will be here. This is your shower area. Oh, shower area. And red is the hot water. Okay. Blue is the normal water. Thank you. Wi-Fi の速度はそこそこ。アユルベーダーセンターって書いてある。ハロー。This is our Ayurveda center. Okay. And here's the consultation, treatment, everything will be here. It will be 10 more doctors. We are on spices. Spices. Hmm. Yeah. Spices. This all the product, we have the product. It's a Soma herbal. This is our own product. We have own product unit. It's the Soma herbal. This is our own product.This is right. Oh, すごい。And we have one shop in Kovalam. すごい。薬の匂いがする。うん。Fab India. We have one shop in Kovalam. This is the Fab India products. 一つ一つの部屋にハンモックもあるんだ。すげえ。いや、結構価格がな。やっぱ一人一人。見えるかな、これ。ホテル自体は一泊二万円ぐらいで予約したんだけど、こういった、なんかちょっと伝統的なやつとか、あと頭にかけるやつ。
14日コースとかあるから結構長くいる人がやるのかもしれない。でこの頭にあるやつは40ユーロ、でマッサージとかだいたい40とか25とか、まあいろいろな値段書いてあるんだけど全部別料金なんで、ちょっと選んでどれを受けようかなってちょっと迷ってます。ここはアユルヴェーダーセンターなんだけど、まずはコンサルティングを受けてから自分たちがどのマッサージを受けられるか決めるみたいな、医者どのマッサージを受けるか先生が決めてくれるみたいなので、とりあえずここで待ってろと言われました。My name is Shogo. S-H-O-G-O. Shogo. Yes. How old are you? 27. 27. You are coming from? Japan. From Japan. Blue. 今コンサルティング終わって、明日の朝8時って言われた。結構早いな。しかも男の方が全然埋まってるらしくて、男は朝の8時しかないって言われたんで、まあしょうがないということで、明日の8時から受けておこうと思います。さっきまでバンガロールと違ってめちゃくちゃ暑いじゃんと思ったけど、17時ぐらいになるとケーララ州も結構涼しくて風もあって散歩にちょうどいいです。ヨガにも3種類あって、朝7時のやつはアドバンスルって言って一番難しいやつ、今やってるやつが中級クラスって言ってた。で真ん中の10時ぐらいのやつが一番初心者向けだよって言われたんだけど、どれに参加しようか今迷ってます。お手伝いです。おお。あ、靴詰めよ。あ、これで、モスキート。あ、顔をなくそうんだ。へぇ、蚊取り線香みたいなもんか。おお、Thank you。アユルヴェーダって9時ぐらいに寝るのがいいってされてんだけど、結構パリピな音楽流れてんだよな。夕食会場向かってご飯食べてきます。いやー、腹減った。昼飯抜いたからめっちゃお腹空いてます。みんな頭につけてる。What is this? This is a traditional way of welcoming. This is the light ceremony. And this is some fruits, the bananas, apple, pomegranate, and the orange. This is the temple sandal also. We will collect to temple or we can purchase the any shop, something like that. この頭にあるやつは必ずやるっぽいな。見えるかな？バナナとの調合って言ってる、さっき飲んでみようかな。わあ、独特な香りのするアロマお茶、アロマお茶だこれ。見せてくれたのか。あの人かわいいんだよ。でも明日帰るらしい。明日地元に帰るからめっちゃ嬉しいって言った。なんか葉っぱを引いてくれたと思ったら、あっち側とかでご飯配ってるから俺らも待ってれば配ってくれるのかも。そして今日は目の前で伝統的なダンスを踊るっていうことでライトアップしてる。ダンス楽しみだ。来た。なんかな。なんだろうこれ。面白いね。2人目が来た。なんかいっぱい置いてく。いいんじゃない。面白いな。これ勝負が好きなやつ。好きなやつかも。辛いのかなとかもよくわかんないけど。デリバリー形式なんだな。3人目が来た。特に説明とかはないから何が置かれたかは分からないけど、ちょこちょこっと置いてってくれる。結構な数の人が配ってるんだよね。白いご飯とか炭水化物系も来たから、割とこれで完成なんじゃないかな。いただきます。豪華だな。何なのこの赤いのとか。あ、でもカレー味だよ。全部カレー味だよ。うまっ。めっちゃうまいじゃん。
うん、この白いソース。うん？これ何？魚みたいな感じする。うん、魚じゃないけど、うまい。いろんなのが来る。これはスイートだよって言われたんだよね、今。どんな味するのかな。あんま。でも、うまいけど、もう甘いね。今話してる人が言ったけど、これバナナの葉っぱらしい。バナナフィッ、バナナフィッ。バナナリーフ。There are different, almost 28 different dishes are there. That's from Seoul. 今からケイララ伝統のダンスが始まります。始まった。なんか人形みたいなダンスかな。この微妙に揃ってないのはこれがいいのかな、これが良さなのかな。前の人が一番キレあるんだよな。確かに美人揃いだな、本当に。別に揃える気はないんだよな。こういうもんなのかな。いや全然面白いし、見てすごいかっこいいんだけど、一緒に動こうっていう気はないんだよな。おのおのが楽しくダンスを踊ってる感じ。まあ揃えることが全てじゃないっていうことですね。これ何時まで続くんだろう。ちょっともう限界ということで、部屋に戻って今日は寝ようと思います。いや、貴重な経験できたわ。お疲れ様です。おはようございます。現在朝の6時頃、だいぶ日が昇ってきました。今日の予定としては朝の8時からマッサージを予約していて、その後朝食食べて、このケララ州の外どんな感じなのか見てこようと思います。やばいやばい、15分前には来いって言われたけど10分前になっちゃった。急いで行ってマッサージ受けてきます。ここに来るとアロマのいい匂いするんだよな。テンション上がってきた、だんだん。どんなマッサージになるのかな。こういうのだったら面白いけどな。多分撮影はできないんで、こんな感じのを受けてこようと思います。朝は血圧と動脈を測ってきました。これでコンサルティング終わりだから、ここからマッサージに移るみたいです。めっちゃいい匂いがする。あ、こんな感じのマッサージルームでかなり医薬品の匂いがしていい匂いがします。うん、ヘッドスパ。Thank you. Thank you. Yeah, it's good experience. こんな感じの、ここでずっと横たわってオイルを塗ってもらってました。ここが、あ、ここに、is it oil? もうこれがオイルです。ホットオイルになっていて温めてくれてました。で、ここになんかいろいろな調合したものが入ってます。いや、すごい体験だった。Thank you very much. Thank you. So, when can I wash my one pork? So, I want to eat breakfast. So, is it okay? Yeah, okay. Oh, okay. おー、すごい。ここは術後の待合所。みんなここでココナッツジュース飲んだ後があるから、8時より前に来た人もいるんだな。いやー、すごい体験だった。めっちゃ気持ちよかった。最後にココナッツジュースだけ、もらいました。うん、そんなに好きじゃない。いや、この体験ほんとめっちゃ貴重だな。なんか、この格好は術後にやんなきゃいけなくて、1時間はシャワーとか浴びちゃいけないんで、このまま昼ご、このまま朝ごはん食べてこようと思います。まず最初に入っ
ったら、椅子に座らせられて、まあ、紙パンツに着替えます。で、紙パンツに着替えた後、なんかおまじないを捉えられて、頭のてっぺんにオイルをまずかけられて、で、そっから頭マッサージ。ヘッドマッサージを多分10分ぐらいしたんじゃないかな。結構、ぐにゅぐにゅぐにゅってやってもらって、その後、肩、背中っていうのを椅子に座ったままやりました。で、その後に、ベッドの方に移って、うつ伏せだ。うつ伏せになって、肩からずっと足まで、どっちかというと押すというよりも、手で圧縮する感じのマッサージでした。で、その後、仰向けになって、仰向けでも胸から全身、全身やってもらった形です。いや、すっごい気持ちよかったけども、だいぶオイリー。もう全身オイルまみれでベッドベッドです。面白かった、いい経験になりました。まあ、1回30ユーロなんで、そんなに高くないし、すごくいい経験。でも、男子の方はだいぶ予約が埋まっていて、僕の場合は今日8時しかないって言われたんで、多分めちゃくちゃ長期で来てる人がいっぱい予約してんだろうなと思います。いや、すごくいい体験だったんで、ここから朝ごはんこの格好で食べてこようと思います。だいぶオイリーなんだけど、オイルのまま歩くってなんかすごい気持ち悪くない？あ、真っ裸だし。え、これなんか面白いよね。新しくない？みんなこの黄色のしかさ、真っ裸だからさ。ほら、意見に一緒です。朝食会場到着。いや、みんな術後の人は緑の服着てます。朝ごはんもカレーとベジタブル料理。いただきます。これ何なのかな、これがよく分かんなかったけど、ライスなんとかって一番気になった。甘くないパウンドケーキ。食というよりもデザート系だな。でも甘くないから、だいぶ変わってる。あっぱ、センキブリマチ。ソースと一緒に食ってみんって言われたアッパ。うん、うまい。かなりもちもちしてるんだけど、焼いてくれたから焦げ目もあってサクサクもちもち食感、めっちゃうまい。最後はフルーツとヨーグルト。味は全体的に薄味で、食べてて体にいいんだろうなって思いながら食べてます。美味しかった、ごちそうさまです。早くお風呂に入りたい、シャワーに入りたい。もう油だらけだとすごいなんかね、嫌な感じするから、もう急いで部屋に帰ってシャワー浴びてきます。スイミングプール見学。おお、綺麗だな、めっちゃ水綺麗じゃん。あそこの浅いところやれば。あ、入り口だった。本当だ。みんなウォーキングしたりしてんじゃない？あ、結構深い。てか足でちょうどつくぐらい。ぬるくてちょうどいい。やっぱアイルベイラ施設っていうこともあって、結構マダムとか、年配目の人が多いかもしれない。だいぶ自然感あるね。なんか入り口とかもさ、なんかすごく整頓されたというよりも自然を残した感じで、面白い感じです。ほら、なんか独特な感じがある。もう。なんか若干トイレの匂いする。物を売ってる人も来るんだ。ね、どうやって行くんだろう。あ、足入るのかな？これみんな歩いて行くのかな？おぉ。歩いていくんだ。俺でも歩こう。なんか変わった形だよね。一回水を通ってからビーチに行ってまた海があるんだよ。暑い暑い暑い。お湯お湯。だいぶシュールなんだよな、これ。この道を通らない。驚いてる。うん。ね。
こでやっぱ物売ってる人もいるんだよな。みんなビーチでのんびりしてる。やっぱパラソルの下で本読むってみんなすごいな。俺暑くて読めないもん、ずっと本が。ほんと結構波強いよ、大丈夫かな。ほら多分、そう、あの格好注意されてる。うわ、すごいすごい、あの格好すごい、うん、絶対注意されるでしょ、さすがに危ないよって。うん、やっぱ波き強いもん。危ない危ない危ない回避やっぱあそこまでして回避したいのならばここにいない方がいい。うわ来た、うわ結構やっぱ強いよ、すごいわ。どこまで来るんだろう。ほらこっちのさパラソル側まで来てるもん。すごいすごいすごい、結構波すごいね。あ、こういうので、ああいうので水溜まっていくのか、あっち側に。そして帰る時もシュールなんだよな。あそこの一本道を歩いていくしかないから、あの若干見えるあの一本道が僕たちの歩けるコース。マジで不便だけど、まあこれしょうがないんでしょ。だろうね、ここを通らざるを得ないからしょうがない。すごい現象。ホテルだとなかなかトゥクトゥク捕まらなくて、目の前のタクシーの人に言われたら1200ルピーって言われたらめっちゃ高いわ。2400円、ウーバーだったら160ルピーだから300円で行けるはずだから、もうちょっと先まで歩いてピックアップしてみようと思います。今ウーバーが全く来なかったから、もうトゥクトゥクの人にお願いしちゃって、なんかウーバーの相場だと180ぐらいで行けるんだけど片道、まあ、往復で500ってお願いしたんで、それで行こうかなと思います。いやー、交渉ってマジで使われる。 Uber とか Grab の配車アプリがどんだけ楽にさせてくれてるかってマジで痛感しました。またまたすごいとこ来たぞ。なかなかだな、本当に。今いるところがどんだけ綺麗な、今のいるところだけがどんだけ綺麗かってなんとなくわかるな。ここがパーキングらしくて、一旦パーキングに車を置いてこっから歩いて案内してあげるよって言われた。どういうスタイル？初めてのスタイルだね。地元の人たちにめちゃくちゃ人気なコーバラムビーチ、夕日がめっちゃ綺麗に見えそうだな。インドには全くアジアの人がいないけど、やっぱ欧米の方たちいっぱいいるんだよな。すげえな、なんかバイタリティが違う。日本でこんなにインドにさ来るって人なかなかいないよね。バイタリティある人しか来ないイメージだから。本日の夜ご飯のお店はこちら、クラブクラブ。店内はこんな感じで、広々してるけど、ほとんどお客さんはいない。ちょっと心配だな。ちょうどいい量じゃん。これ全部シェアにする？うん、全部シェアにする。なんか、思ってるいい感じの、美味しそうだ。チリフィッシュに、ライス、そしてマカロニ。いただきます。うん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 、辛い、うん、さ、このふわふわしてる。多分揚げたやつをチリソースで絡めてんだ。美味しい。多分辛さもさっき控えめにしてくれたって言ってたから。うんうん、カレーっぽさは全くなくて純粋なチリソースだから、玉ねぎとかピーマン入っててエビチリみたいな感じ。エビチリの魚版。このマカロニは中華とも違うんだけど、なんか別にインド感はないっていうか、もうエビが入ってて美味しいんだよね。よくわかんない、クリーム感もない、なんか何かわからない。すいません。美味しくいただきました。ごちそうさまです。最初はお客さんも少なかったけど、だんだん入ってきた。いや、美味しかったわ。満腹食べた、お腹いっぱいだ。急いでこっから戻ってトゥクトゥクのお兄さんに
もう一回帰りも送ってもらおうと思います。帰りも待っててくれたので乗っていきます。 Thank you。 よいしょ。無事帰ってくることができました。いやー、挑戦してみたはいいけどなかなか難しいな。ここら辺じゃトゥクトゥク つかまんないもん。ちょっと気張ったよね。あー、だいぶ疲れたわ。気張ったわ。タクシー呼んでもらったけど1500ルピーってウーバーの3倍クソだけ。めちゃくちゃホテルに取られてきてる気がしてうざいけど、まあしょうがない。多分いい車選んでくれたんだろうな。めっちゃいい匂いするし、行きはエアコンなかったけどエアコンありだ。まあさっきちょっとイラついちゃったけど、まあしょうがない。こういういいホテルに来た時の送迎は高いということです。だいぶイラついてたな。どうやったらこのサッカーコートみたいなところにこんなにゴミが溜まるんだよ。うわ、すげえな。あっちの方とか牛とかいるもん、ゴミの中に。現在到着。ここら辺はすごい雑多だな、家が。向こうの方とかビルがすごいけど、手前とかはかなり勝手に作った感がある。貧富の差すごそうだな。会いたと。